はい、こんにちは、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼のトークやっていきます。本日は13日の金曜日、はい、ジェイソンね、昔思い出します。すごい、本当になんか小学生の時かな、なんか友達とね、13日の金曜日、なんかビデオを借りて友達ん家で集まって見た記憶がありますね。はい、あのチェーンソーがね、ちょっとインパクトがありましたけども、あとあれだな、なんかフレディ、はい、なんかあのね、なんだっけ、なんかボーダーのね、赤と黄緑のボーダーだっけ、なんかね、そんな、衣装をね思い出しますけども、まあどうでもいい話からスタートしましたけども、はい、本日は。ドリコレ、ゴッツァさんがやってきますということで、撮る方ね多いですかね。結構本当今の、ディフェンスにね必要とされるような特技、潜在スキル持ってますからね、非常に強そうですよね。まあ、封印とか封印無効化がないのでね、その点で、ゴッツァさん自身の必殺技もそんなに多分数はなかったと思うんで、強いて言えばそういうね、封印キャラとかでマッチしていかに抜けるかとかね、まあそういう感じになるのかもしれないですね。はい、まあね、自動パスか自動ブロックもねありますか、まあ何パーセントぐらいで発動するのかっていうのはありますけども、うん、ディフェンスラインにいられると非常に、やらしいキャラだし、キャラだろうなと、はい、思いますので、少しだけ回しちゃいそうだな、はい、というところでございます。で、あとは、あ、そうですね、昨日もちょっとお話ししましたけども、このね、即即制限定ドリームコレクション、これ即の、ドリコレのキャラだけなんですかね、あの過去のキャラも含めて、まあ、どういうガチャなのかはちょっとね、時間になってみて確認したいと思います。はい、1800日記念キャンペーン、1800日、これね、自分あれなんですよ、アプリ、があのゲームねスタート初日にインストールはしているんですが、少しねログインをしなかったタイミングが実はあったので、1800日届かず、なんかちょっと悔しいな、はい、あと18日で1800日いきますんで、周年までには1850個もらえそうだ。はい。というところです。今日から連盟対抗戦が始まりますよということで、各連盟のね、方々、まあ、ツイッターとかでもね、見ていると、連盟の募集されている、ところもね、結構見かけましたので、はい、無事ね、皆さん集まって、戦えれるね状態になっていればいいなと思います。まあ、ゴルコンはねいつも通りなので、特に細かい、作戦指示もなく、まったりとやっていきますのでね、あの対戦、される連盟さんいらっしゃったら、お手柔らかにお願いしたいなと思います。はい、あとは、イベントこれが終わります。Jリーグコラボ、はい、記念杯ですね、終わりますので、まだの方はね忘れずにやってくださいねというところですけども、結局どうなんですかね、2000いって何ポイントぐらいなんだろう。昨日おとといねちょっとお話しした時は、まだその時は、400ポイントぐらいで1900位ぐらいだったんですけども、まあさすがにねそこからやってる方も結構多かったみたいなんで、600ポイントぐらいで、その時はまだ2000には入ってたのかな、はい、ちょっと聞いた話ですと。うん、最終的にね、何勝ぐらいか、何ポイントぐらいで、2000に入れるか、ね、まあ、いずれにしてやっぱりね、ちょっとここはアクティブユーザーがだいぶ、アクティブユーザーっていうかね、このハイをやっている、ユーザーさんがだいぶね、少ないような印象を受けましたので、で特にね今回はやっててもやっぱり通信エラー、アプリ落ち、これね日々繰り返しの話になっちゃいますけども、
なんかね、今まで以上に結構ね、被害に遭っている方が多く見受けられますよね。で、今まで全くなかった方でもね、アプリ落ちました、エラー発生しました、緑の画面でフリーズしましたっていうのを本当によく聞くので、そうするとやっぱね、ポイントマイナス30、これも、カプセルの旅って言ってますけども、マイナス30ポイントってやっぱり痛いですよね。でね、やっぱり人によっては2試合、3試合、もっと落ちてる方もね、多分いると思うんで、そうするとね、やっぱ100ポイントが平気でマイナスですからね。積み上げたものがね、そこで、マイナスはきつい。しかも30ポイントって結構でかいですからね。ほんとね、せめて0ポイントにしてほしいなと思いますよね。結局普通に対戦してね、負けた場合でも読み勝ちの ポイントとかで、ね、数ポイントは入りますから、切断とかね、エラーの場合には、まあ、これ仮に意図的であったにしても、やっぱ0ポイントでいいんじゃないと思っちゃいますね。自分も何回か前のカップ戦では、初戦でいきなり、通信エラーで負けて、マイナス30からのスタートっていうのもあったんで、そうするとね、やっぱ精神的に結構きつかったんでね。はい。で、特にやっぱ勝ってる試合で落ちるっていうのは一番きついですからね。見直しをかけてもらえるとね、いいなと思っています。はい。あとは、レミタイ甲子園の他に、あれか。つわものたち、ね、繰り返しになりますけども。はい。どこだ、こいつですね。スーパースターのつわものたち、こちらが、開始されますんで、トータル48試合。結構ね、ボリュームあるんですよね。なので、オートで全部いければいいんですけども、さすがに、やっぱりね、オートだと難しかったりも、する試合もあるし、ね、多分手動でいくつかやらないといけないケースっていうのも出てくるのかなと思いますんで、期間はね、3週間ぐらいありますんで、ここは、スタミナじゃない行動力がね、あるタイミングで、こなしていければいいのかな。夢玉がね、とりあえず全部でね、48個はもらえますんで、ここは地道にやっていきたいなというところでしょう。はい。あとタイムアタックですね。タイムアタック。小春校ね、もう復刻2周目とか回ってますんで、やっぱり持ってる方も非常に多いでしょうし、まあ、小春校のね、シュートなんで、ヒューガ君と同じ、デッキでね、やっていれば使えるシュートではありますけども、なかなかちょっとね、使う機会、タイミングっていうのがね、なかったりもするので、このあたりは、はい、まあ、次はね、誰が来るのか。今まで、三浦、小春光、ヒューガ君、レビン。なのでね、はい。どうなんだろうな、やっぱり、特訓シーンとかね、ヒューガ君とか三浦、回想シーンでね、レビンとかもありますので、やっぱなんかこう特訓シーンとか出て、まあ、だいぶ前に話しましたけどもね、例えば翼くんの、ね、ラコルーニャなんたらかんたら、ね、なんかオーシャン水切りショットとかね、まあああいうのがあっても面白いだろうし、やっぱそういうちょっとオリジナルの技だとね、みんな欲しいですからね、で、特に、ね、結構、こう、なんだろうな、よく出ているようなキャラクターであれば、すぐに移植して使えますしね、そういう、こう、楽しみっていうのをね、増やしてもらえると、ね、また楽しみも増えますんで、期待したいなというところですけども、一応今回は小春光ということで、またね、やる方、結構少ないのかな。前回もね、前回ヒューガ君でしたっけ？はい、自分は結構、後半にまとめて、クリアしてますけども、そこまでタイム的には、なんかすごく良かったわけではないんですけども、順位はね、まあ、200位とか、そんぐらいだったんで、まあね、やっぱりこう持ってる方多いと、とりあえず、
夢玉回収で一通りやって終わりっていう方もね、非常に多いと思いますんでね。はい。そんな感じに今回もなるんじゃないかなというところですかね。はい。あとは、今日だと、まあお知らせの更新でね、また来週の、月曜日に新しいガチャが、始まりますっていうのももしかしたら来るかもしれないですね。今ガチャって、ガルバンがあと3日、週末に終わるんですね。土曜日までだっけ。はい。で、J リーグはね、ちょっと長めですね。あと1週間。まあ、だからガルバンのガチャが終わるので、そうですね。そのタイミングで、切り替わりで、何かね、違うガチャがスタートする可能性はあるかもしれないですね。まあ、ただこのタイミングで出るかじゃあね、今のところ多分工場のキャラクターになると思いますし、あと1週間後には、ネクストドリーム多分ね、始まると思いますので、うん、まあ、チームスキー要員としてね、取るか取らないかくらいのキャラなんじゃないかなと思いますけども、どうですかね、このガルバン使っているところは、方は、今のところ見てないな。はい。という感じです。あ、そう。で、J リーグの、榊くんは結構使っている方多いですね。榊くん強いっすよね。今更ですが。で、これ特にね、パスカットキラーだっけ？あ、パスキラーか。はい、こんなのがあるんで、結構ね、タックル、まあ、ドリブルで仕掛けて、違う。あ、そうそうそう、榊くんがタックルで、で、こっちはパスとか選んでも、結構やっぱ止められちゃったりするケースっていうのもあるし、あのね、感染してても結構そういうシーンもいますんで、榊くん強いですね。はい。で、まあ、一通り伊沢くん使っているお相手もいましたが、封印があるんだっけ？ですね、80% 発動。で、さらにホットラインがあるので、フォワード OMF に対して、ホットラインが付与できますんで、例えば中盤でマッチされて、封印されて、そのまま、マーガスに出されてね、ちょっとご利用しされるようなケースっていうのも実はありましたので、はい。これはこれで結構ね、使っている方もいました。森崎くんも一回対戦してます。森崎くんがどうなんだろう。まあ、フォワード、OMF キラーか。フォワードキラーもありますよね。そう、なんでまあまあ、それなりに、やっぱり、今出るキャラクターなんで、それなりに強いなって印象はありましたけども、はい。まあ、やっぱりね、やっぱまだ、若林くん使ってる方の方が多いですね。で、松山くん使っている方とも当たってますが、ここはね、自動パスカとかがないので、頭は越せるからね、そこは、まあ、相手、ディフェンダーとしている分には、まあ、ワンチャン狙いどころかなと。マッチしなければね、いいかなっていう感じだったんで、はい。そんな感想です。なんで、榊くんがね、結構強いです。なぜに榊くんがそんなに強いのか。原作のね、もう、キャラクターの、なんだろうな、そういったところは無視されている印象はありますね。はい。ということでございます。とにもかくにも、ゴッツァさん、どうでしょう。今日から、ランクマとかで、いっぱい見るんでしょうね。はい、そんな感じです。というところで、本日は以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。